はい、どうも、はじめです。我々はこの日をずっと待っていました。そうなんです、そうなんですよ。アメリカ在住日本人がもうこの日をずっと待ち望んでいました。日清さんやってくれましたよ。あざす。日清さんがついにアメリカ在住の日本人用にカップヌードルを開発してくれました。それがですね、こちらになります。はい、カレーヌードルとシーフードヌードル。そうなんですよ、ついにですね、米国日清食品は日本と同じフレーバーのカップヌードルが食べたいとアメリカ在住の日本人からの要望に、日本の味を再現したカップヌードルをアメリカで開発した。前動画でも紹介したんですけど、もうアメリカのカップヌードルはね、もう食えない。噂で聞いたんですけど、本当ね、これ日本のカップヌードルの味がするっていう、もうありがたい。日本に帰った時にコンビニでカレーヌードルを買うのがね、ちょっと楽しみだったんですけど、もうその必要もなくアメリカでカレーヌードルを食べれることになります。本当にこれが日本と同じ味なのか、そこがね一番大事なところなんで、そこら辺をレビューしていきたいと思います。カリフォルニアヌードル、まずはカレーヌードルから食べていきたいと思います。いくぜ、カレーヌードル。あー硬い、結構硬い、しっかりしてる。アメリカのカップヌードルと違う、日本のカレーヌードルとどう違うのかちょっとわからないですけど、いい匂いがする。いや楽しみ、これは楽しみだ。はい、 OK、 3分経ちました。カレーヌードルいただきます。ちょっと裏がこんな感じになってる。でも電子レンジでもいけるって書いてたな。じゃあいただきます。あー、匂いはもう日本のカレーヌードルですよ。いやまさかね、これがアメリカで売ってるとはって感じですね。あ、ちなみに値段は日系のスーパーで買って、定価が2ドルぐらいなのかな。これがちょっと安売りしてて1ドル50ぐらいで売ってましたね。北米限定カレーヌードルいただきます。うん、日本のカレーヌードルじゃない。いやマジで、でもなんか若干違う気はするけど、その違いはうまく説明できない。何度も言うけど、日本のカレーヌードルありがとう。じゃあ次はシーフードヌードルいきたいと思います。シーフードヌードルっていろいろ混ぜるとうまくなるっていうじゃないですか。例えばマヨネーズ入れたりとか牛乳入れたりとか、今回いろいろな材料をこれに入れたらさらにこれがうまくなるんじゃないか説。絶対うまくなる、いろいろ入れていきましょう。うまくなるもの全部入れよう、だって美味しくなるんだもん。はい、入れましょう。もうこれは間違いない。マヨネーズ、お好みソース、本当か、チーズ、チーズなんてね絶対美味しいでしょ。卵、タバスコなかったんでハラペーニョペッパーホットソース。納豆、まあアメリカにもね納豆売ってるんですよ。全部入れちゃおう。ラー油、食べるラー油があったんでそれを入れてみましょう。お湯の代わりにソイミルクを入れましょう。これを入れたらシーフードヌードルが美味しくなるもの、これ全部入ってますから。うわーこれどうやったら下まで行くんだ、まあ、あれですよね、豆乳鍋的なそういうノリですよね。忘れた、最後にこの鰹節をぶっかける。もういけると思います。じゃあちょっといただきますね。あー、これはどうなので、ここに鰹節ですよ。シーフードヌードルに入れたらうまいもの全盛り。こんな感じでございます。いただきますね。うわすネバネバがすごいもん。いやまずいわけがない。カレーヌードルうまいわ。
濃い、すべ、めっちゃ濃い。ちょっと失敗しましたけどね。多分、この奥底に感じるベースのシーフードヌードルの味、これ間違いなくうまいです。今度はね、普通に食べてみようと思います。それでは、ありがとうございました。